こんにちは、響けの高橋です。今日は、ライカのボディにですね、エルマーの9センチちょっと見てみましょう。こんな感じでフードです。これはエルマーの9センチ、90ミリじゃなくて9センチですね。で、開放は4で、最高絞りは32です。それでこのボタンを押すことによってヘリコイドが回ってきますね。こんな感じです。無限大にするとまたここのボタンを押さないといけませんので、無限大でロックがかかります。で、これは本来振動式ですけれども、ボディはデジタルですので、このレンズはフィルム時代の時 のレンズですので、ボディのフランジバック、後ろの余裕のスペースがないので、この状態から、振動させてしまいますと、シャッター膜、損傷してカメラは壊れてしまいますので、この状態で、撮影をしております。レンズを撮ってみましょう。こんな感じですね。このボタンを押してヘリコイドを回すことによって、絞りもこんな感じになってます。肝心の振動なんですけれども、ここを持って、回してやってと、このようにスムーズに、収まりますね。こういうレンズっていうのは今時ないですね。とても芸術品です。この収納した時、振動させた時のここのフランジの後ろのバッグですね、だいたい物差しで、2センチぐらいですかね、2センチまでいきませんね、1.9 センチぐらいですか、このぐらいですね。これを外に出して右に回してやると、これでロックかかります。これで撮影ができますね。以上です。